Peace. アソリチャンネルコーチでございます。今日はね山の方になってきました。これ言うてもまあ家の裏なんですけどね、こういった感じで森になってるんで、今日はねここでいろいろ遊んでいこうと思います。それではね、おなじみスタイカの設定していこうと思います。はい、どうもです。アソリチャンネルコーチです。今日もね、今もう6時、7時前なんですけど、今から設営していきます。
伺いますので、これね、画像では結構明るい感じで、本来は明るなかったのに見えないThank you.
はい、もうね、だいぶ火落ちて真っ暗になったんですけど、今一応ね、設営の方が終わりました。よいしょよいしょ、何持ってる？超ハイスペック熱源ってやつになるんですよ。ある意味ある。
早朝コーヒー。溶けるから便利やな。おはようございます。コーヒー飲みますか？お墓やと思います。朝は外で飲むコーヒー美味しいよね。水辺まで、うん、今はもう火傷するもん。砂浜砂浜あの行くとこで砂浜行ったのに、うん、暑いないかも知らんよ。火傷するレベルやもん。なるに大活躍です。これは、ネーテルデザイン。コーヒーマイスターと違って雑だそれがまたキャンプコーヒー。俺こんなとこ穴開いてたの知らんかった。知ってた？多分蒸気に出すためやと。3カ所は巻いてる。針を巻いてる。ああ、そういうことか。
けタレみたいになってる。どうしよう。水仕事増えるから。職場で言い訳したらちゃんと。そう、ケアさえするとしたら。指の毛もすごい生えてる。全部それマイクに拾ってんだ、ね、よ。それが遊び夫婦ですからね。自然を気にしない。自然の中に指に芝生が生えてる。長島。長島は修行や。夜露じゃん、朝露って言うの。ゆるのマイスターでも知らないこと多いからね。日本語、日本人。